はい。皆さん、こんにちは。レック先人講師の後藤でございます。えー、今日は、令和元年度診断士一次試験科目別解説,解説動画ということで、えー、金融系理論をお話しさせていただきます。まあ、1時間弱ということで、えー、まあ、あの、このお聞きになったらしゃる方は、えー、これからの フォーカスステキストですよね、えー、まあこれは今表紙取ってるんですけれども、えー、表紙取るとこういう感じになっててまあこの「フォーカス」を使って学習するとこれから言、えー、う方、まあ、この方を対象に、えー、まあ、えー、そうですねああのまあ、大体令和2年度の受験を目指していらっしゃると思うんですけれどもまあ、えー 今年のというか、まあ平成の31年、令和元年、どちらも同じなんですけれども、まあこれの本試験ですね、つい先日行われましたですけれども、その本試験問題を分析して、で、まあ令和2年の受験に際しての合格するための学習法というのを、まあお話ししようかなと。 まあことですねで、まあ、この,あのフォーカスをお持ちになっている方が対象ですんで、えー、当然、えー、このあんまり厚くはないですけどねこれを使って、えー、まあ効果的効率的な学習をして合格を目指して頑張るという,、まあ、いう方のために、えー、まあできるだけ。 最初の入門的な学習の仕方っていうんですかねをについてお話をするということになっています。でまあ,あのお手元にはこのレジュメがお手元にあると思うんですけどねこれからお話ししていく、まあ、試験の概要を書いたりとか。 あるるいいは合否分岐にななようう問題がついてたりということでこれ科目によってページが多かったり少なかったりはするんですけれどもその科目の特性とかねお話しする先生の狙いによって変わってくると思うんです私のはちょっと厚めになってるんですかね。ああテキストも ついでにお手元にお持ちになっていただく。あとでちょっとあの見たいところもありますので、まあそのためにもちょっとお手元において話を聞いていただければよろしいかなというふうに思います。まああとはあのだいたいレジュメに沿ってお話ししていきますから、私のこの顔はあまり映らなくて <laughs> 見なくていいということで、早速あのレジュメの一ページの方ですね、件尾理論の見ていきたいと思います。 まあ令和元年平成31年度の試験傾向ということでえまずお話しますがまあその前にここ数年のこう試験状況といったようなものについてえまあちょっとお話ししておきますとあのこの企業経営論というのは七科目一次試験7科目のいわばこう扇の要になるようなえ科目なんですねまあそのせいかですね だいたい科目合格率っていうのはまあこれは発表されるんですけれどももう下に、えー、ここ123456年間ぐらいの、えーまあ、科目合格率ね、えー、科目で60点以上取った方っていうのはい、うん、大体何割ぐらいいるかという形になって これは全科目合格した人の数字を除いて純粋に科目合格した人だけの数字ですんでねちょっと微妙な判断が必要だと思うんですけれどもあの大体そうですねあのえー、なんていうんですかねあの結構ねあの7科目では あの科目語化こうちょっと見ていただくとあの平成28年にすごい30%ぐらい合格してでこの反動で非常に厳しい投資が2年ぐらい続いたんですね。でようやく2桁台に乗るという形になってで本来でいうと大体15%ぐらいのところにずっと安定的に推移してたんですよ。 であの記憶計理論というのは他の科目と比べてですねあのエレベーター的に非常にこうあんまり変動のないあの特性を持ってたんですけど、ね、ちょっとこの辺であの優しくなったり難しくなったりという形、まあこれからは大体10から15%ぐらいのところで推移していくんじゃないだろうかなというふうにはちょっと考えられるかなというふうに思います。 であともう一つはですねあの企業経営論あの例えば財務なんかでは100点取る人もいて0点取る人もいるっていったように非常にこう点数の取り方の幅が広かったりする科目っていうのは結構あるんですけどこの企業経営論っていうのはですねあの70点以上取るっていうのはなかなか難しいんですよね。はい ですよ <laughs> でこういう中間の点の取り方っていうんですかね、えー、が多いと。でこれはどうしてなのかっていうのをこれからちょっとお話ししながらまあ金経系理論としての効果的効率的な学習法っていうのをちょっと見ていく必要があるかなと。 だからこれ基本計量で80点取れるっていう人はかなりの力を持ってるなっていう感じと僕らは見ますね。特に二次試験なんか、えー、強い方ななんじゃないかなあのなどういうことかというとですねこの、えー、二段落目のとこに書いてますけど知識だけで解ける問題よりも思考考察型の出題が多いっていうのがまあ あの財務みたいにね計算力だとかも要求されるといったようなもでもありますけれどもあのそれ以外でいうと非常にこう特にあのこの科目っていうのは3つの戦略論組織論マーケティング論という、まあ、3領域にわたってこれ一つ一つでも結構性格的に違うんですけどね。あの やっぱちょっとあの色彩が違うんですよ。そういう意味から言うと、この戦略論なんて非常にこういうあの思考型って言ったらいいんでしょうかね。の問題が多いとで、それに比べると組織論とかマーケティング論というのは結構知識で解ける問題と。で、組織論で後でありますけれども、あの労働法規なんかが組織人事の問題の一環としてあの？ 労働法労働基準法だとかそういうのも出るんですけどこういうのっていうのはまあ知らないと解けないっていうようなことがありましてですねまあ知識が結構決定剤になるといったようなところがあるんですが戦略論もあの知識なくても解けるというわけではないんですけれどもやっぱり結構考えなければいけないと、まあ、そういうのもあってですねなかなかこう、うん、知ってるから解けたっていうふうにもいかないところがこうちょっとこの企業経理論でもあるのかなと。 で知識型っていうのはもうこれあのあこれはとてもじゃないけど太刀打ちできないというまあ深くて広い知識領域そういうところを出されるとですねこれはもうほとんど対応ができないと、えー、まあ人間の影響では追いつかないようなところが出ちゃうとアウトになりますけれども、まあ、そういうのはある意味では捨ててもいいですし、えー、まあ でまあ何ていうんですかねあまりこう知識型が多くなって難しくなっちゃうと難易度が高くなると、えー、いう形なんですね。だから出題する側も難易度調整のためにというでそういう意味では非常に難易度の,あの高かったところっていうのはものすごい失行させると同時にあのこれはちょっと太刀打ちできないといったような知識レベルが出されるとですね途端にこうやって科目合格率が下がると。 という形になりますであと応用的な問題この「金融経理論」というのはもう一番あの二次試験に直結するところなんで、えー、まあ対応策あとで一番最後にありますけれどもこの考察だとかね涙水だとかいうような こううういいいった思考力の精度を上げるというトレーニングっていうんですかね問題をやりながら、まあ、こういうところも、えー、この金魚経理論では必要になってくるかなという,うところだと。じゃあ、えー、もう少し今年のじゃあ、えー、試験の傾向っていうのをこう、えー、分野別領域別にも、えー、ちょっと見てみようかと。 一応3領域3分野で大体3分の1ずつですね、えー、配点がそうですけれどもね、はい、33点34点33点というふうにバランス取れているようにこれは毎年必ず出るということでそれから出題内容とか形式についてもですねあんまりこう 大きくは変化しないというのがこの企業経営理論のまあ大体特徴というふうに言うことができるかなというふうに思います。でどうやら先ほどの科目合格率からも見られるように昨年よりは少し優し優くななったかとというところだよとまあその辺の内容を今度は分野別で見ていきましょうと。で戦略論、えー、まあ やや優しくななったかなこの辺は後でちょっと定量的に分析したものがありますから、まあ、その辺からも見てみたいと思うんですけれどもで本年度の出題の特徴これは流れがありますんでこの定番化している試験の出題分野これね戦略論というのは毎年のようにこう同じ分野領域から出るんですよ大体が。 でここに書いまあある、えー、企業が事業どういう事業をやろうかということをまず決めてからさまざ、あ、まな戦略っていうのが練られていくことになるわけなんですけどね、まあ、こういったあの、うん、定番的なテーマというのは必ず出てくると。でそれがこう掘り下げられてあるいは応用されて出ていくとかいう形な で基礎知識で出された場合というのは大体テキストフォーカスなんかにも全部載ってますんでまあ、大体ほ,ほとんどできますよという形になりますまあ応用されるというようなね形でいった場合はちょっとこれは、ね、考えなければいけないんで、えー、結構難しい問題もあるとということで、えー、であと戦略論の特徴は、ね、非常に長い問題が多いんですよね選択肢とか予見文で ういじっくり、えー、やっぱり、えー、読んでいくという <laughs>、まあ、ある意味では読解力が要求されるようなところも結構ありましてですねでその辺でなかなか点が、えー、それほどは伸びないと、うん、まあできればその6割ぐらいですね、えー、戦略の中で、えー、いけるといいねという形であったと。 で組織論なんですけどこれあの記述が長いところからもお分かりのように組織論っていうのはやっぱりちょっと対応で難しい、えー、分野領域なんですね。でまあでいつもであればこの労働法労働法規ですよね、まあ、これの難易度が全体の難易度を規定するぐらいの,あのところを占めるんですけど大体4台。 ぐらい出るんですけどね8点から10点1割ぐらいこれこれによって結構微妙に、えー、まあ何、えー、ていうんですかねあの科目合格の推移なんかって変わってくるということになるんですけれどもで今年はですねどちらかというとこれも定番の知識分野が結構出たために、まあ、こっ がそこそこそ取れてそれから労働法の方もそこそこ取れたというこういう形なんでまあ,あのそれほど悲観的ではなかったで組織論でも、ね、定番というのがあってこれモチベーション論とかねあの従業員の動機づけだとかその裏返しのリーダーシップだとか。 それれかから組織も変わっていいいななければいけけばんですけどねそういったまあメインテーマっていったら我々も言ってるんですけどもこういうところはもうテキスト必ず載ってますんでそういうところから知識として出てきますからまあそこそこできていたと。で特に組織論一番過去問の同じのが出てくるのは戦略論なんですけれども。あの 案外今年は組織論でも、えー、過去問で出たような問題が結構リピートで出てくるとでこの後でちょっとやります組織学習、えーまあ、組織が変革するっていうのはあの組織も高いレベルの学習したからだよっていうのが組織学習という意味なんですけれども、まあ、これなんかがあの特徴的に2年続けてこの、ね、出たというね まあいう意味では面白いこう過去物の出方なんかがしてるんでまあこういうところをえちょっと見てみようかなとううであとはあの先ほども言いましたえまあ人的資源管理とかそれからえ労働放棄ですよね。 あの人的資源管理分野というのは昔の,あの労務管理でといったような出題の領域なんですけれども結構あの「働き方改革だとか生産性の向上だ」とかねちょっと問題が <laughs> 起きたような言葉ですけれども。えー ところが結構なんかえ従来的な日本的人事管理の問題が出たりしてこの辺がちょっと由来ではいるんですけれども的が絞りにくいんですがえまあ大体オーソドックスなパターンで出たと。あ,あるいはこう労働法規ですけれどもまあ今年あのというかえ令和元年はこの働き方改革というのがでっかいテーマでしたんでここを中心にある程度絞れたんですね。 そういう意味ではこの人的資源管理だとか労働放棄っていう領域っていうのはどちらかといえばこの時事的テーマをきちっと拾っていけばなんとかなると。 で法規法律はなかなかこれ対応しづらいんで4代中2代をなんとか抑えられるように学習するといったような、まあ、勉強の仕方この辺の対策は後ほど一、えー、つお話し,しようかなというふうに思います。 はい続きましてマーケティング論ですけれどもーまあマーケティング論顧客ニーズにどう対応していくかというそういう仕組みということになりますよね。でねどういうところが難しくなったかというとですねあのこの今年がちょっと優しかったのはですねえまあえ特に エキストレベルの知識問題が前半ですごい出てまあこれはちょっとほっとしたっていう感じで後半の方がちょっと難易度が高いというねそのためにあのまあ,あの最近ちょっと難しくなってたもんですから特に初めての用語マーケティング用語で。 これ後で見ますけど、こうデジタルマーケティングといったようなですね、あのウェブの上でのネット販売だとかね、そういうのに絡んだような、まあ、新しい言葉がたくさん出てきます。こういう初見のマーケティング用語というのはたくさん出てくると難しくなるんですよ。あーんとできないですよね。だから知識ですからかなり知ってないとダメというね、こういうあの初見の用語は。 多く取材されると難易度っていうのはぐんと上がるという形になっていて、まあ、従来そういう意味で難化していたんでですねでそういう意味では、えーまあ、それが落ち着いたと同時にちょっと後ろのこのマーケティングっていうのは確かに知識のレベルがまあ問題で我々もできるだけ新しい用語テキストをフォーカスに取り上げてはいるんですけれども。 実はですねあの二次試験で事例1234と四4つ出るんですがそのうちの,あの二次の,あの事例2というこれマーケティング関係の,あの二次の出題なんですけれどもでこの場合にこのマーケティングっていうのがこう顧客のニーズにしっかりとあの対応していく。でそのためにあのターゲットを 明確にして顧客のねでマーケティングミックスといわれる例えば製品をどういうものを提供していこうかとかねそのプライスはとかあるいはどういうチャンネルで回すかとかね提供するかとかどういうプロモーションをするかとか、まあ、こういうふうに展開していくいう。 これがマーケティング戦略の講師なんですけれどもこの考え方っていうんですかねもうしっかり、えー、取れてないと、えー、知識としてではなくてこういうマーケティングセンスっつったらいいんでしょうかねが身についてないとなかなかできないんですよ。でそういう意味でとうい,ういう考え方をねこう勉強やりながらしっかり捉えていくというところが結構大事かなと。 まあこの辺はおいおいとまた学習しながらマスターしていっていただければよろしいかなというふうに思います。で実質的には今年はですねまあ相対的に言うとやっぱり過去問からある意味では選択肢そのまま出てるとかねあるいはそういう前の選択肢のあの 正しいのを間違ったり逆にしたりといったような形の選択肢レベルで全く同じような問題が出ているっていうところもあってですね、まあ、そういう意味では過去問をうまくう、まあ、織り込みながらこの「フォーカス」の学習を実のあるものにしていっていただきたいというところ。であとその学習に際しての指針ですけれども。 従来の試験戦略というのは言い方をしてますけど先ほど言いましたように例えば同じ60点を取るにしてもこの3分野でどう取っていくかっていう作戦を考えるっていうのもすげえ大事だと。であのはっきり言ってあのこの傾向が続くとしたらマーケティング論は比較的取りやすい形。初見の用語があまり出なければ。 テキストレベルの基本的概念がそのまま出てくるというところが結構多いんでまあ学習をしっかりやった方は結構これで取れると。です。先ほど言った労働法規なんかも今年のように比較的できるのが出るとは限らないですし案外定番の組織論っていうのは外される場合もあります。 まあそういうい不確実性高いんでこれはへこんでもいいけれどもできるだけ失点を防ぐという学習の仕方を考える。であと戦略論はこれは先ほど言いましたように6割何とか確保できる形でまあ頑張れば特に過去問なんかもしっかりやっとけばいけるよというところになると思うんで。 1勝1敗一引き分けというね <laughs> サッカーでワールドカップに勝つようなパターンですけれどもえこんな感じで勉強していくということが非常にに大事かなといいううふうに思いますそれでは今度はちょっと定量的にこの平成令和元年平成31年の分析をやって。 まあ実際にどんな対応の仕方っていうのは現実的なのかということをお話ししていこうと思いますけれども4ページを見ていただくとこの令和元年の問題ですね34問41節問あるわけなんですがこれをこの正答率っていうのをちょっと見ていただくと。 これは全体としての正答率これあのレックに皆さん方受験生の方から送られてきた「解答リサーチ」というのがあってですねこれは皆さん方も受験したら是非出していただきたいんですけれどもここからそのまあいわゆる正解はここに書いてある「あ」とか「え」とか。 大体5択あるいは4択で、えー、マークシートで表されるわけですけれども、まあ、これいただいてですね、えーまあ、正答率がどのぐらいかと真ん中にあるのが全体の正答率ということになります。 からこれはですね科目合格した人6割以上取った科目合格した人が何パーセント取ってんのか、えー、科目不合格者が大体正当したのは何パーセントなのかこう照らし合わせてるんですね。で、えー、問題自体の性格をですね我々は、えー、大きく3つに分けてまして1つは必達問題というのがあります。はい 例えば第大体だ,いい、えーね、だから大体まあ7割程度以上取っているっていうのが大体こういうのを落とすと、えー、なかなか合格できないこれはあの何ていうんですかねあで、えー、過去問とか見ていく時に4問っていうのはこんなにみんなできてる。 でこれをやってみたらできなかったこれはちょっと学習的にあんまりあの <laughs> 自分遅れてるぞと判断していただきたいんですけどねだからこの必達問題っていうのは絶対は取ってくださいよと、えー、まあ大体後でありますけれどもテキストには載ってるようなやつっていうのがこれというだからその何、えー、ていうんですかね両極にあるっていうのがこの捨て紋と言われるやつなんですけれども。 これは大体全体のの率が3割以下ですよねの問題でこういうのはだいた捨て問んでいいよ。でこういう問題っていうのは非常に何て言うのですかな、ねえー、例えば非常にあの幅広い知識が要求されるとかね、えー、ものすごい専門的な知識が要求されるとか、まあ、言って。 まあ一般の受,受講生の学習ターゲットに入りきらないというような問題だとかあるいはもう応用的に非常に難しくて誰も判断できないとか、まあ、そういったような問題が入ってくると思うんですけれどもでこういうのって無理やり取らなくてもいいっていうのがまあポイントなんですね。であとですねこの考察だとか知識だとか、えー、それ以外のやつがあるんですがこれが大体その 全体の正答率が3割割以上7割ぐらいまででのところです、ねまあで幅は広いんですけれどもでこれ考察が必要な問題すなわち応用的だったりあるいは非常に専門的な知識なんだけどなんとか解けるとい,う、まあ、いったような問題だったりここは性格が3つほど、まあ、あると。 でこれから数台ちょっとあの代表的な例を見ていきますけれどもあの特にえそうですね第五問なんかを見ていくとこれ第五問ちょっと例として取り上げようかなと思ってるんですけれどもあの全体の正答率はあのまあこういうあのいわゆるこういうの「急所問って言ってるんですけどね急所という。 であければこの急所っていうのをどれだけ取れるかっていうのが、えー、その合否の分岐になるっていうもちろん必達は抑えてはいてですよ。えー、でも所問っていうのはまさにこういう急所門で、えー、考察が要求されでこういう問題っていうのはね結構あの科目合格者と不合格者の差が開くんです。 約20%以上開いているような問題っていうのは大体いい合比分岐の問題という形でこういう問題が取れていくるようになると力がついたなあっていうふうに判断できるという形で捉えていきたい。 まこの辺のこう具体的な問題っていうのが後ろに入れてありますから、あとでちょっと簡単にで何がこう分岐になるのかっていったところを押さえていけば実際のフォーカスでの学習の仕方みたいなのも見えてくるということになると思います。はい。まあ、特にこの5問あたりなんかちょっと分析してみましょうかね。あとでね。あとはまあだいたいそうですね。で。 まあ、マーキングしとくとしたら大体いい12問あたりまでが、えー、ここが戦略論ですよね。それからその後ろでは、えーまあ、25問あたりまでですかね。心ここあたりまでが組織論。 まあ一番最後の4問あたりっていうところが大体あの労働法規っていう感じなんですけどね毎年。あんまり高くないのはねそのせいなんですけどいつもであればこれが20%台とかね30%台っていうのは結構捨て物があるんですけどやっぱ今年この労働法は捨て物なかったっていうこともあってこの組織論は先ほど言ったようにちょっと取り組みやすかったこういう傾向に表れています。 それから26問以降がマーケティング論と、うんまあ、いう形になっていると。で、えー、これをですね、えー、少し分析しやすいように、えー、整理してみました、えー、各説問の位置づけということで、はいまあ、例えば先ほどの5問というのはえー 求所問題の考察問題といったような形でですね、えー、まあプロットしていくんですね大体ねこういうふうにね。で必須問っていうのがこう上にありましてこう見ていくとですねあのー、これ次のページにあるのが平成30年の問題なんですけれども、あのー、戦略論ってい大体必須門大体あるんですよ。 マーケティング論が今年多くなってますよねこれねあの31年前年と比べますとちょっと取り組みやすかったなんていうのはこういう形で分かるんですけれども組織論がなかなかあの増えないというねえこういうところからもお分かりいただけると思うんですがえまあ令和元年で一番何て言うんですかね全体に あの少し活かしたっていうのは実はこの捨てモンにあるんですよね。あの昨年というか前年が二十四点あったんですよねやっぱりねこの辺の違いが、えー、結構大きく、えー、まあ、ね、あの反映してるなっていうのは結構わかると思います。でねだいたいあのどういうこう資格試験でもあの。 満点取らせる試験はないんで必ずこういう捨て門的なものっていうのは2割あるんですよでこういうのの領域のところまでですね学習対策していくとものすごい効率が悪くなってしまうんでもうある意味ではもう、えーまあ、得意な人もこの領域はいるかもしれないけど、えー、まああえて外していいですよと6割取れば合格ですからね。うん でそういう意味ではもうあの20点分というのはある意味では無視してもいいと <laughs> まあ最初かつてなさいとは言いませんけれどもあまり我々としてもテキストであのしつこく探るといったようなことはあまりしないで、えー、まあこういう問題というのは専門性がかなり高くそれも初見マーケティングでありました。うん、であのマクシートですんで文脈だとか選択肢から 類推してです、ね、あの特にこういうマークシートに慣れてる試験を受けてる人っていうのはあの作文者の意図みたいなのを組んでですね結構勘がよく答えられていくんですけれども、まあ、それでもそういった文脈だとかね選択肢からの類推がもうできないとい、まあ、ったようなものだから通常大体いいここに昔労働法が結構多かったんですね。これ労働法いいうのはここで R って書いてありますけれども 結構ね捨て物多かったんですけれどもあのないですよね今年ねあの比較的あのオーソドックスで対応しやすいようなやつが出たなという感じなんですけどここ12年大体そうですかね。はい、で、えー、あとですね八8割のうち必達が大体まあ4割弱なんですね半分弱の で求書、えー、門っていうのが、えー、これ三つ合わせるとですね、えー、まあ四十四点なんですよでこの求書門っていうのは二択まで残してじっくり考えるまあ二択まで残せばですね正当率から言っても五十パーセントなんとか 対応でできるといいう形でいくだから必達をしっかりこれはまあ,あのレックで言えばワンクールのベーシック講座というねところあたりではもうここは絶対取れるようにすると。でその後のステップアップだとかアドバンス講座という、まあ、レックではツークールスリークールといわれる。 学習対策があるんですけどそういうところで特にツークールの,あの応用っていうんですかね、えー、解放テクニックみたいなのを結構やるんですけれども、まあ、そういうところでは、まあ、こういった急所の考察だとかあるいは、ま、あの初めて見たものだけれどもどうも全体の文脈だとかね選択肢から何とか類推はかだ。 こういうのが類推と言われるやつなんですけれども考察っていうのはまあ,あの勉強した領域だけれどもあの基礎知識そのままじゃなななくてて応用的に考えなければ出てこないと、まあ企業経営論ではあんまりないですけど運営管理なんかではこう計算でこう出されてくるなんかっていうのは大体こういう考察型の、まあ、財務なんかはこれが圧倒的に多いわけですけどね。でこういうい 何ていうんですかね急所問題への対応っていうのを、えー、まあ我々は通空類降で指導するわけなんですけれども、まあ、そういうのっていうのは二択まで残してじっくり考えるこの二択まで残すテクニックっていうのが結構大事で,、えー、で,後であとでちょっと、えー、回答リサーチからですねえー、と間違ったんだけど2番目に「 あのその間違ったやつの中で一番多く間違った選択肢っていうのを見ていくとこの、えー、2択まで残してじっくり考えて正解に導かれるという対応ができるんですよね。で必ししうう達に関してはもう、えー、これだけあるわけで、えー、もう絶対これはテキストのチェックとあと、えー、過去問 を対応するとで、えー、過去問ってねあのツークールで、えー、過去問対応休経理論の場合はですけれどもね、えー、しっかりと、えー、過去問を、えー、捉えながら、えー、こういう急所あこっちですかね、えー、考察だとか類推だとかっていうのに降りていくというね。えー こういうアプローチをとりますけれどもこれ50%とると22点なんですよね、はい、そうすると必達は全部とれたとして58点約6割これでとれちゃうんですよこうやって、はい。だからこれ狙いましょうとりあえずは。でどん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 この、えー、まあ フォーカスでしっかりとこの必達が取れるようになって、えー、んで急所のベースを作っておくと。でこれを使いながら、えー、特に考察や類推っていうのをしっかりしっかり取れるようになっていくと、まあ、こういうアプローチですね。であと急所知識なんかについても、えーまあ、テキストの中で、えー、しっかり読み込んでいったりとかね すればなんとなく取れていくまあ類推に近い形だと思うんですけれどもまあそういったアプローチもちょっと、えー、見てみようかなというふうに思います。ということで、えー、まあ,あの平成30年の出題も入れてありますから、まあ、過去問集とかをお持ちになっている方は見てですね、えー まあそういう意味から言うとこのひったもんだけは絶対あのワンクールでやっちゃうぞとかね言ったようにまあ学習の指針というのを立てていっていただければというふうに思いますはいそれではだいたい先ほども言いましたように代表的な、えー その合否を分けた重要問題みたいなのをちょっと現実に見ていってですね、えーまあ、どんなふうに勉強していけばいいのかというようなことを簡単にですけれども、まあ、お話ししていこうかなと。で特に受験生がどこでこう,、えー、こういう必殺問題なんかでもミスをしたのかですね。えー まあそういうのを最初から意識して勉強していくと本の読み方っていうのも非常に注意深くなりますからまあそういったどんなふうにテキストを読めばいいのかっていうところが分かるように一つお話ししていこうかなというふうに思います。でまず第7問は必達問で事、えー、業の経済性もうこれは毎年必ず出ます。 これは、まあ、あの企業の方向性を取るための戦略っていうのをコストの面から捉えてい,くという、ね、まあ皆様方も結構日常でも使われると思うんですけどね規模の経済性なんてね大きいことはいいことだと同じものをたくさん作っていくと相対あの的にコストが下がるという、ね、これは直感的に分かっていらっしゃると思うんですけれどもこれとこの経験効果という 非常に似たような概念なんですけれどもこの違いが出題されるんですよね非常に出題頻度高く出される。でこういうのってのはもうリピートで出される問題ですしテキストにもしっかり書いてありますからこういうところは絶対押さえると。でこれを取り上げたのをですね これ見ていただくとあの実際の、えー、なんていうんですかね、えー、これ一番最後に、えー、受験生の方がどの選択肢を選んだのかっていうこ数字が出てるんですけれどもまあ「あの」あが、えー、正解で63.5%っていうのがこの、えー、全体の正答率なんです、ね で6割越してますし7割近いんで、えー、一応筆達にしてあるんですけどもそれにしても科目合格と不合格20ポイント以上入ってるんですよね23ポイントも入ってるんですよねでこういう問題を落とすとやっぱりきついというか筆達の中でも結構差が開いていると、うん、これ絶対こっちに入ってないとダメという形ですよねその意味では でえーまあ、こういう問題なんかはあのフォーカスに、えー、ほとんど載ってますからちゃんと読んでいれば解けますよあの解放のポイントのこの「あ」でこれが正解なんですけれども、えーまあ、ちゃんとフォーカスの75ページにこの「経験曲線効果」っていうのが載ってますんで、えー、こういうところを外さないようにこれですけどね 経験効果とか経験曲線効果っていうわけなんですけれども、えーまあ、結構丁寧に説明がされていますよねでこういうところっていうのは絶対抑えなければいけないですしそれから「過去問トライアル」っていうのをちょっと見ていただくと分かると思うんですけれどもこれ結構あれですよおとなしいあのもっと本当は出てるんですよ。 これ規模の経済について出されただけでバーッとこう出ててもう最近なんか非常に頻度高く出ているとまあ経験曲線効果も入れればほとんど毎年のように出てるっていうのはこれでお分かりいただけると思うんですけどもまあこういうあの複数年かなり出てるっていう問題については絶対押さえていくということで,えで特に学習の仕方はこの規模の経済と経験効果というこの両者の違いですね えー、75ページあたり見るとこれ平地してこう書かれていますからこれのどこが違うのか、えー、テキストではねどこが違うのかって言ったような書き方してませんけれども、えー、読んでいく時にこれはここだなこれはここだなっていうこの違いをしっかり捉えていくっていうところを、えー、注意しておいていただきたいというふうに思います。 でどこが違うのかというとですねこの2つが、まあ、規模の経済っていうのはこのイの方で、えーえー、企業がの工場で例えばある一定時点で、えー、規模の大きさからく、えー、るコスト優位という形あるんですねで。たくさん作るとと、まあ、これテキスト読むと、えー たくさん作ってもコスト的に変わらない固定費っていうのがあるんですけれどもだからたくさん作れば作るほど固定費っていうのはだっっと下がってくるんですよねこれがある一定時点でどれだけ多くものを作ってんのかっていったような時に出てくるものこれが規模の経済。で同じあのたくさん作ればコストは下がるんだけれどもその経験効果で 何なのかこれ言葉から分かると思うんですけど経験効果とか経験苦戦効果っていうのは、えー、まああれですよねあの違いについては、えー、競争企業をを上回るる市場シェアを継続的に獲得することだから、えー、市場シェアをたくさん取っていればそれだけまあ,あの、えー、多分大きい工場でもあるんでしょうけれども。 累積生産量が増加するここがポイントなんですよで、そうすると物をたくさん作ったり売ったりしてるっていうのが経験で習熟しますよね学習しますよねそれによって無駄を省いたりしてコストを安くすることができるわけですよだからこっちはどちらかといえば習熟による効果なんですねこっちは完全に規模の大小での効果ということで でそういう意味から言うとこれはある一定時点のことを言ってるんですけどこれはこの「一定時点」っていうのと「継続的に」っていうこういったキーワードをしっかり捕まえておくと違いが分かるこういうところに気をつけながら本を読んでいくというところをでしっかり捕まえておいていただきたいなと。 ここが分かればですねここがテキストにはっきり書いてあるんですけどあとはあの多少ですね、えー、応用的な、えー、やつを聞かせてこれ見ていくと分かるように絵と「エトを選んだ人たちが結構いるんですよ。<laughs> で、えー、特にこの「 中小企業では規模が取れねえだろうなんていうような形でですね、えー、ただし、えー、このこれあの63から64コスト集中戦略という中小企業の戦い方にはあの一定のターゲットに絞ってね展開するとかこういうのが集中戦略って言うんですけどもで、えー、その中でもコスト優位は取れるという戦略だ だからあの相対的に規模的には小さいんだけれどもあのその仲間内の中では規模の経済に基づく競争優位っていうのを占めることはできるんだよというのがだからこれももうしょっちゅう試験でよく出てくるところなんでこれを結びつけられれば、えーまあえー、絵は取らないという形になります。 からおはですねこの規模の経済と同時に知見でしょっちゅうよく出てくる76ページにありますけれどもこういうような範囲の経済というね、えー、まあ見ていただくと分かるんですけれども、えー、一企業の中で2つの事業を XY 事業というのをやるとそこの2つで使える共通的なコストっていうのが、えー、共有することによって相対的にコスト下がりますよと。 というと、えーまあ、いううこで利益のが増えてきます。で、どうやらこのことをシナジー効果っていうんですね。というのをしっかり覚えておけば、えー、その「おの」えー「まあ、シナジー効果は規模の経済を構成する中心でこれが違うな」っていうのが分かるこれは範囲の経済だなと。範囲の経済っていうのは、えー、一企業で複数の事業を行うこと。 規模の経済っていうのは一つの事業をたくさん行うということから来るんだというところをしっかり捉えておけばできないことはないと。はいえー、続いて五問あたりをちょっと見てみましょうか、えー、これ「五問戦略的提携」ということでで、えー、まあ 正解はおで、えー、これの全体が高くなですよねこういう旧書文をどう取るかと、えー、いうところがポイントでで大体やっぱりできてる人できてない人で20ポイントぐらい差があるという形になってます。でこの、えー、考察というのはこう知識をベースにしながらも えー、しっかりとこの応用、えーまあ現場でしっかり考えると試験現場でしっかり考えると、まあ、こういう問題なんですね。で実はテキスト自体の記述もですねこの戦略的提携なんかについてはもう掘り下げると非常に難しくなるんであんまりあの記述的にはないんですね。 でえー、そこで見ていただくように、えーまあ、42ページとか、えー、こういうところで出てくるんですけれどもこういう戦略的提言です、ね。で、えー、必ず M&A と平、えー、地されるような形で、えーまあ、出されていると。 それからこれもうちょっとね書き方は工夫しなければいけないんですけれどもあるいは垂直統合とかそれから通常市場で今まで物を買ってたそういった供給先の企業を M&A しちゃえば M&A しちゃえばそれは内部に取り込むことになりますよねこういうのはね。 えーまあ、こんなふうな、えーまあ、どういう形での取引をやるのか、えー、で内部で取り込んじゃうのかあるいは、えーまあ、でその中間あたりですかね、えー、をやるのが戦略的提携っていうのが大体こう読んでると分かると思うんですけどもあのなかなか難しいのはですね、えー、どういうこの戦略的提携なんかっていうのは あの今まさにいろんな現象として起こっていることなわけで今日的にそういう意味では何て言うんですかねあまりこう、うん、いわゆる何十年も前にこう確立されてですねもうしっかりと形整えてで分かりやすく説明できるようにはなかなかなってないような領域なんですねこれね。 だから、えー、こういう問題を出された時っていうのはいろんなパターン出ます。ものすごいベーシックな形で出ることもあればだから例えば「あ」なんかは、えー、大学や研究機関が参加することはないけれどもでこういう最近この大学や政府機関が参加するような三学間連携なんていうのが現実にすんごい進んでいるとかね、えー、こういった辺たりが今日してテーマで出たりするわけですよ。 でそういうのも取り上げているとテキストではもう大変な辞典みたいになっちゃうんで、まあ、特に中心的な概念しか入れてないんですけれどもあの意味でテキストの記述はあんまり多くないで、えー、いろんな出題のされ方を毎年のように、えーまあ、何らかの形でしていく。でこういうのっていうのはですねあの特に。 まとめ方みたいなのがあるんですねこれはツークールであのこういうあのなんてうんていうですかね考察型っていうのを掘り下げていくんですけれどもあのツークールではどういうふうにこれをあのテキストをまとめるかというとですね例えば、えー、こういうあの成長企業が成長するあの手段として内部の、えー の成長手段っていうのがあって、でこれが、えー、内部開発と言われるものだと。はい、これオに出てますよね。内部開発。はい、ですから、えー、で大体この戦略的にやるっていうのはこの多角化新しい事業をやっていこうっていうのは多角化なんですけどね。でこうすると。 多角化をやる場合には新しい事業複数の事業をやるときには先ほどやりましたよね範囲の経済シナジーを活用できるというのがすごい大事になってくるんですけれどもでそのためにそのシナジーを活用して新しい事業をやるでそれを内部開発でやる場合とそれから そ例えば先ほどもちょっと言いましたけどこれはどちらかといえば外部成長方式って言うんですね、まあ、外部にある企業を取り込んでしまって、えー、外部の経営資源をうまく使って成長していく。まあ、典型的にはこの2つに分かれて先ほどの 内部開発による多角化シナジオを活用するなんての範囲の経済で出てきたわけですで今度はその外部の企業をえ今までまあ買ってた相手なんかを取り込んじゃって、えー、まあ、新しい事業を始めますと、えー、いう形になりますよと、はい、で、えー、この戦略的でいけたのはこれの中間なんですよね こういう位置関係が分かって、えーまあ、いくとテキストの、えーまあ、フォーカスの書いているものから、えー、フォーカスにははっきり書いてなくてもだんだんできるようになってくるんですよ。ここが大事なステップだで特に、えーまあ、定義は、えー、もうフォーカスに書いてあるんですけれどもこの。 戦略的提携とは二つ以上の組織が新たな事業機会を開発するために互いの資源を共有するという組織編成をやるよとこういう感じなんですね。だから M1 でみたいにタイトでしっかり統合された形じゃなくって、まあ柔軟な、えー、緩やかなって言ったらいいんでしょうかね。あるいはあの柔軟性のある弾力的な提携の人。 だから嫌だとなったら契約解消すればいいわけですから、えー、まあただしその反面相手から裏切られるというリスクっていうのも持っていると、まあ、いうふうに考えていけば、えーまあ、お分かりいただけるかなと思うんですけどね。でそうするとですねここが分かっていればキーワード的にその2つの以上の「組織」って書いてあるんで「企業」っていう呼び方もあるんですけれども「企業」って企業」って読んじゃうと。 あは、えー、その参加することはないに入っちゃうんですけどもともとの定義は組織ですからこういう大学や政府機関が入るっていうのも OK だなっていうのはまあこういう読み方ができるようになってくるということなんですねあの考察とか応用っていうのは。それから、えー、まあ一番ポイントは E なんかで見られるよう、ね、に企業と企業と組織的に統合するという表現これは M&A のこと言ってるんで。 ここがしっかりとあの分かっている方っていうかななかなかテキストを読んだだけではこの辺がピンとこないんですけれどもこの概念がークールたりで定着してくるとああ統合ではないっていうのは分かりますね。はい、で、えー、まあ、えー、あるいは、えー、それからあとちょっと気になるのはですね資本参加というのはあのえー 業務提携あたりっていうのはねまさに緩やかな提携なんですけど資本提携っていう感じこれもあの一応戦略的提携には入れてるんですけれどもあの議論を深めていくとですねこの出題者はこの業務提携が基本で、えー、資本提携っていうのは この業務提携をある程度担保するっていうのかなお約束として裏切らないように一応資本参加までやりましょうよという形で来るものなんだまあいうふうに例えばだから販売の傾聴だとかね言ったようなあたりが中心の戦略的提携の概念なんだこの辺はなかなかちょっと難しいところでしょうねでこの辺はですねある意味ではフォーカスの42ページあたり見ていただいてこの えー、戦略提携の種類だとか戦略的提携のメリットだとかね、えーまあ、こういった辺りがこう書かれていますから、えー、こういうところを読み込んでいくと見えてくるんですけれども、えー、まあなかなかそれからですねあと、えー、これはまあ後で読んでみていただいてよろしいと思うんですけども。<laughs> 実は平成25年の、えー、あたりにですね、えー、確認していただきたいと思うんですけれども、えーまあ、これ、えー、全く同じような選択肢の問題が出てるんですよね。 これはねね正語を逆にしてるんですよ、ね、だから、えー、そういう意味から言うとですね今回あの、えー、まあ「音が正解で結構「う」を取ってる人が多いんですけどもこれはですね過去問はやってみたんだけども しっかりとした分析じゃなかったために逆に間違えちゃったっていう人がうで多かったのかな。この意味はあの読んでみていただければわかりますから、ぜひこういう形で。だからちょうどこう五年から六年間ぐらいのあのなんていうんですかね感覚で。 ほとんど同じような選択肢がリピートでくるっていうのが戦略論なんかで結構多いよというところをつかんで頂い,いてうまくこのえなんていうんですかね過去問と折り合いをつけながらですねえやっていっていただけると効果の高いいい学習ににななるかなとううふうに思いま,すはいまあね本当はこういう形でえ18問とかねえ18問も。 まあ先ほどもちょっと話しましたけど組織学習ということで前の年にやはり同じような18問でしたっけでほとんどこう同じ論点が出てるんですよね不完全な学習サイクルなんていうのが2年続けて出ているんでこういうところですねあの 173ページ174ペ,17ページ見ていただくとこの絵が2年続けて出たわけですよ。それで、えー、30年前の年はこの「役割制約的学習」と「傍観者的学習」が出てで今年はこの「迷信的学習」というのはここが出てるんですよね。<laughs> で来年はちょっと「わあここまではないと思いますけど、まあ、こういうのはだけどやっぱり2年続けて出てるという方です。 ですからこれのの周囲というのはやっぱり結構押さえておく出題者がやっぱりお好きなところということになりますから、えー、しっかりと捉えておいて、えー、いただければよろしいかなというふうに思います。はい、ということであとマーケティングはどちらかといえばあの知識問題が多いよということで急所知識を入れてありますから、まあ、こういうのも読み込んどいていただければと。 でこの問題は比較的あのまあ,あの相対的にはできる問題だったんですけれども、えー、分かんない言葉自体はですねあのサブスクリプションというこの用語が初質でしたですね。はい、で大体次の年に出ることもありますしこういうね間違えた用語あたりを 今度は正しい用語として考えさせていくというこういった出題のされ方もありますからテキストで再録するかどうかちょっと微妙なところではありますけれども一応まあ読んで確認しておくとまあ次のステップのためにいいかなというふうに思います。是非見ておいていいたただきたい、はい、最後にえ 今年って言いますか今年度の受験に際してのまあ注意事項みたいなのを一言言って終わろうと思いますけれどもまあ基本はやはり激素理論ということですねでこれがあのベーシック講座レックではワンクールベーシック講座から応用問題の対応力っていうことででこれがレックではツークールの ステップアップ講座というやつでやっていくという形になります。それから労働法関係だとかのそれからあれですよ、ね、人的資源管理だとかねこういうのっていうのはね突っ込むと切れないですから労働基準法というこれはだいたい2台ぐらい出るんでそこの掘り下げをまあ今日的テーマと絡めながら学習していくっていうのが でこういうところっていうのはあの皆さん方が拾い出して学習するっていうのはなかなか難しいですから我々がサンクール目のアドバンス講座というところあたりで、えー、まあしっかり提供していきますから、えー、そういうところで広げるというふうにだからテキストでも一応書いてありますけれども、まあ、さっと読みの流しであまり深く、えー、まあベーシック講座では掘り下げないでいいかなと。 いう感じはしそれ、はい、から、えー、大体、えー、過去問意識した学習ですねこれはもう今までもずっと言ってますから特に戦略論とマーケティング論はもうあの用語でもリピートも多いですし、えー、絶対これは特にうん平成26年から28年あたりはリピートで来る可能性高いと思いますのでこの辺り中心に。 で実はこのニクールでえーこの辺りを中心とした過去問分析を取り上げながら少し深掘りをしていくという形になります。で皆さん方はあはテキストにあるその過去問トライアルというねえフォーカスの高こ校こたりは典型的な科目ですんでえこれはまあテキストに書いてあるそのまま出てくる場合に、えー 対応できるように乗っけてますからこの「過去問トライアル」あたりはできれば学習進んだ人はワンクールでやるとでツークールはそれ以外の、えー、ここに「類題っていうのが書いてありますから「えー、過去問トライアル」以外の類題にまで入っていくというような形で学習計画を立てていって頂ければいいかなと。で大体 ステップアッププア講座のところに、えー、この辺りの過去問学習を取り入れながら、えー、まあそれから今日的テーマの学習法っていうのは特にあの戦略論でも出てくるんですけれども、えー、国際化問題だとかねいったような問題って、えー、グローバルーあるいはマーケティング論ではデジタルマーケティングなんかですね、うん、ウェーブマーケティングとか。 ネット販売だから問題ですけれども、まあ、この辺については2クール3クール目で、えー、まあ扱っていくと2クールでも多少扱いますけれどもね、えー、いきますんでまあそういうところで、えー、テキストにも載ってる場合もあるんですけれども。うん 全部取り上げてたらもう大変なボリュームになってしまいますからそういう古日的テーマで外せるものについては2クるルスリークールでやってるで。先ほど出ました戦略的提携のようなあの考察問題についてもですねあの出題者の特性に合わせて先ほど言った内部開発と i m a n d を対局にして。 で戦略的提の位置づけを考えさせるといったねちょっと応用的なアプローチみたいなのを取り入れながら出題者が出してくる考え方のパターンというのはこうだからこういうふうにフォーカスを読み替えてみるといいよねっていったような、えー、まあ 情報提供というんですかねそういうのをやっていこうと思いますんで大体いいこんなプランに合わせて金融経理論は学習していって頂ければよろしいかなというふうに思います。初めて出てきたこと、ね、<laughs> ちょっと大変だったでしょうけれども、うん、ぜひ頑張って一緒に勉強して合格を勝ち取りましょう。はいお疲れ様でした